なあ、信長様、本当にやんのか？ああ。来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく五層の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を吸収したのである。信長編第一章、夜明け前、今川吸収。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ！あれは織田信長の手勢か？なぜ今川に喧嘩を売るような真似を？巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。帰り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門！俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。人質の退路を立てならば、ここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。この俺を
止めようとて無駄よ。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの？全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。壊してくれ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなかったな。つけ野郎にしてやられたか。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎまする。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまない。無理はするな。のびゆき兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。また退路を断たれてしまった。ほう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。敵たちが押されているか。直ちに援護するぞ。信長様の前に敵はいねえな。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。わしと手合わせをしようもか。してくれ。
田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。俺をうつけと侮ったか。やはり兄上はお強い。この俺を止めようとて無駄よ。私の獲物発見ね。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。人質の身であれ、モノノフの端くれ、すやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あとは一体何のためにこんな無謀な戦を。イケイチ、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。この俺を止めようとて無駄よ。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがありません。ならば義元に勝てたなら、俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ事よ。しかし、座して滅びを待つくらいならば、俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う、なんと壮大な。ですが、私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならば、お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ！この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上の槍用は万有にも見えるが、その実勝算あればこそ仕掛けているのだ。さすが信之だ。
信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ、歳。信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこった。今川家の人質となるはずだった徳川家康を奪取し、信長は兵を引き上げた。家康を得て三河に楔を打ち込んだ信長は、次なる一手として北に隣接する美濃への侵攻を決断。この頃美濃では剣謀術数を駆使して成り上がった斎藤道三が旧国司を退けて支配の実権を握っていた。マムシの異名を取る道三は信長の父信秀も攻めあぐねた難敵であった。真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断した信長は、弟信行らと共に美濃への侵攻を試みる。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道三を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道三に勝てば織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家。信行兄様が反対してもダメなら、もう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。姫、またそんな無茶なことを。ま、姫も言って引っ込むお方じゃねえか。聞いたか、家康、美濃に攻め入ることになったぞ。はい、先ほど私たちにも出陣の下知が。兄上のお役に立つ好機、心して望まなくては。気合い入ってるじゃねえか。信長様もお前に期待してるみてえだ。頑張れよ。半蔵、平八、出陣の支度を急いでくれ。なんだ竹千代、随分と張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて私が一人前の物の筆であると兄上に認めていただかなくては。
その意気はよし。とはいえ賞賛は五分にも満たぬ。若、くれぐれもご油断なきよう。俺のやり方見せてやは稲葉山城だ。全軍進め。まずは手近な砦を奪い足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった剣城。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。押し量るならば今が好機。斎藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。このうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするが、まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございますぞ若。信長様を過信して命を縮めることなきよう。無礼ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが無謀に立つよ。織田本陣を強撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやり。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。斎藤
東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。ここで斎藤勢を食い止める。織田の本陣に行かせてはならぬ。織田信長、美濃を犯した愚行、死して悔やめ。もしも死んだら悔やんでやろう。俺は殺されても死なんがな。壊してくれ。織田勢が東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。西側の脅威は去ったな。あとは東の敵さえ抑えれば。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ。開門。斎藤勢は焦って砦から出てきた。奴らを掃討し動産の元へ攻め進むぞ。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。お前が信長か。評判通りぶつけた面をしてやがる。イノシシ面でそう吠えるな。誰がイノシシ面だ。並び叩き潰してやる。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに。織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、とくと見よ。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは動産ではなくあいつか。捨ておけんな。尋常に勝負いたせ。止めよとて無駄よ。敵将討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。こりゃお見事ですな。ここで果てるわけには。邪魔者は覗いたぞ。進め。ほう、なかなかやる。織田信長、ちと興味が湧いてきたわ。お力添え、感謝いたす。
王、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよう。目障りだ。壊してくれる。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。味方本陣の危機は去ったようだ。攻勢に出る好機、敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道山の首を取るにはまだ遠いぞ。敵勢は食い止めたが安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。いや、無理かな。無策で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援が止んだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。そうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。かなう相手ではなかったか。お主、わしの手柄となれ。討ち取ったぞ。意地は見せたわ。もうよかろう。よっ、さすがだな大将。止めようとて無駄よ。かな
会う相手ではなかったか。戦力を見誤ったか。敵兵の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。開門。いずれまた戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずったが、道山まではもうすぐだ。さか、お主の器、マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も、道山を侮るほどうぬぼれてはいない。総身の力を持って。打ち取れ。やりよるが、我が城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。もうよかろう。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさかあそこまで道山を追い詰めるとは。ああ、しかし道山はさすがに強かったな。道山に従う将もしかり、面白そうな奴も見たぞ。あの石頭、名は何と言ったか。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの。命を落としてもおかしくない戦だったのに。確かにこたびは際どい戦でした。あんな無茶な戦、しばらくはごめんです。そうだな、しばらくは控えるとしよう。頼みますよ、本当に。